はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。久々です。旅するオラクルカードということで、ここは、伊勢神宮内宮の宇治橋渡ったところに、今日は来ております。なんといっても今日はですね、2021年12月22日冬至の日、当日でございます。その冬至の日のですね、冬至の日に、皆さんに一番必要なメッセージということで、オラクルカード1枚この場所で引いてみたいと思います。はい、じゃじゃーん、カードです。さあ切ってみます。今日冬至の日、2021年2度目のアセンション、意識のアセンションが起こると言われた冬至の日ね。古い時代が今日で終わって、明日から新しい時代が、新しい世界が、新次元が始まるという、この本当に記念すべき日に一番必要なメッセージということで1枚引いてみたいと思います。じゃじゃじゃんじゃんじゃーん、ピッいきます。だん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 、ピッ、あ、これこの間も出た。来年ですよね。まさに六の年を象徴するような、六先生っていうメッセージなんですが、あるがままに温かく包み込むというメッセージが書かれてます。6はね、愛の数字、そして、妊婦の数字というふうに言われていますけども、なんか新しいものがここから生み出されるんだよということが、なんかこのメッセージとしてあるのかもしれません。まさしく愛の年っていう、それをね象徴しているような、そんなカードかなというふうに思います。ちょっとカードをね読んでみますね。はい、じゃあカードのメッセージちょっと読んでみますね。6先生、あるがままに温かく包み込む。6は男と女などを相反するものの調和とバランス、美と創造を象徴する愛、愛情の数字。その形はお腹に宿った新たな命を優しく守る妊婦のイメージを暗示しています。この数字が伝えるメッセージ、先生の仕事とは生徒に特定の知識や技術を教えることではありません。一人一人の中にある輝く才能を見つけ出し、それを引き出すお手伝いをすること。目の前の相手をジャッジせず、あるがままの状態を認めて丸ごと受け入れ、愛の光で包み込む。それはまさに子供を育む母親の仕事。学ぶことは真似ること。少し先に生きている人が先生です。生徒が思わず真似をしたくなるような生き方を先に見せてあげるのが真の先生の仕事です、というメッセージです。私ね、一応先生と呼ばれることが多いんですけども、もうまさにこれ自分に伝えてるメッセージだなということをしみじみ感じますね。生徒が思わず真似をしたくなるような生き方を先に見せてあげる、これ本当に肝に銘じたいメッセージだなというふうに思います。戦いに矢をつけると温かいになります。温かくなると人は戦いの心が溶けていきます。なので自分にも他人にも温かくしましょう。心も体もポカポカに温かくすることで人は優しくなれるのです、というメッセージが、ボディメッセージがついてるんですけども、まさに今この時期温かくするということはすごく大事なメッセージの一つかもしれません。新しい年2022年、まさに6の年に向かってですね、愛で包まれて、愛とともに新しい次元を体験してしに行きましょう。それでは伊勢神宮、これからお参りさせていただきます。レッツゴー。